白峰寺は、香川県坂井出市の五色台の白峰中腹の標高280メートル付近に、ある神言、総室派の寺院。四国八十八箇所霊場の第八十一番札所。本尊は、千寿観音。すべての江戸の守り本尊が、角道に祀られており、四国で唯一の御寮である、白峰寮が隣接する。年中花が楽しめ、特に、春は桜。 夏はアジサイ、秋は、紅葉が有名で多くの参拝者が訪れる。また、古来より、本尊千樹観世音菩薩は、身代わり観音として、鎮守白峰大権限は、開運招福、商売繁盛、勝負時の神として、ストック天皇は悪縁たち、芸能成就、学業成就の神として信仰されている。自伝によれば、空海が、公認六年この地に訪れ、 白峰山頂に、匂い帽子を埋めて、仏に備える水を汲む赤いを掘り、主上救歳の誓願をした。また、園鎮が、上岸二年、山頂に輝く随行を見て登頂。その時、地主神である白髪のおじより御神託を受け、瀬戸内海に現れた巧妙に輝き、方向くんずるかを思えぎな光を放つ霊木で、千樹観世音菩薩を刻み、 当時本尊として安置し、仏道を創建したと伝えられている。後に、長官2年旧暦8月26日、ストク上皇が、佐抜流景地で崩御し、遺症により、当時上の地後、学上で、ダビに付され、領母が作られた。その3年後には、西行法師が、猛弟のために崩落を行った。その後、研究2年、後鳥羽天皇により、 異例のため両墓近くに、宝魚までの六年間を過ごした鼓岡の御所である木の、丸殿を一屈し北家道を建て、上皇が、仁和寺で軟禁されている時描かれた、自画像を法案し、遁勝母台を弔った。純は上昇しでラボーは一を数えるほどになって、いたが、英徳二年火災によって、大半を消防するが、英二十一年に、五小松天皇は、 上皇の成仏を願い自筆の、とみ正寺と書かれた直学を奉納し、とみ正寺殿となった。そして、遠方8年には、高松藩主、松平頼重、来常により、とみ正寺殿と、直学門が再建された。江戸の幕末の動乱を憂う孔明天皇は、巣徳上皇の礼を慰めるため上皇の心霊を、京都に移すよう命じたが実現しないまま、 慶応2年旧暦12月25日放行した。その意志を継いだこの明治天皇は慶応4年旧暦8月26日に当時に直詞を送り、御寮の前で、のりと、方言年間に起きた一連のいまいましいことは、本当に悲しみの極みでした。公明天皇の意志を継ぎ、京都御所の近くに新しい宮を作りましたのでどうぞ、都にお戻りいただき、 天皇と朝廷を末永くお守りください。と読み上げさせ、また、その直視は、当時の上皇の自画像と愛用の章を持ち帰り、旧暦9月6日に、京都に到着した。そして、その翌日、明治天皇が参拝し、さらに翌日の旧暦9月8日に、慶応から明治に改元された。明治維新になると、白峰五両は、当時から宮内省の管轄に移り、 明治3年には、常智令が出され、治療は境内を残し没収されて、収入が失われ、本望になっていた当時であるほら、林院以外の、達中の一条を、放射区員、遠服員は、廃寺となり、当時住職は、明治6年転身してしまい無従事となった。その前年に無断化、無従事院は、 廃寺との通達が出ていたのでこのままでは当時まで廃寺となるのを憂いた信徒たちは、住職選定を願い出て、明治11年新住職立花県しるべが不妊となり免れた。明治11年時の宮寺の願書により、当時の一部である直学門と敦章寺殿を白宝神社とし、こと宮の拙者とするという決定が内務教より出て、所有権が、 当時から道具に移ることとなる。その際に、数々の寺法が、道具に移管された。その後、それを不服とした当時の住職と神徒は、訴訟を起こし、明治17年に、当時の正祖となるが、白鳳神社が頓唱寺殿として変換されたのは、明治31年のこととなる。また同時に一度道具に移管された寺法のごく一部のみが、当時に再移管された。 また、昭和40年、ストク上皇八百年玉期の機運に常時地元、青年団有志は、道宮に対し当時の遺憾された宝物の返還を求めて裁判を行ったが、はかなく敗訴となった。紫陽花イ公用語窓追いたて転、増一の門と下城石直学門直学門の随心像ストク天皇白峰領白峰領の源のためともと、 源のため吉の供養棟参道沿いに、石像十三十棟があり、駐車場の奥に、稲荷社史、修行大師像がある。三門をくぐり右に、尾なり門、その先に、直史門があり、その後ろに、客殿、本坊がある。左に、茶道とみたらしがある。そのまま無と正面に、ごま堂があり、中に、農協所がある。ごま堂を前に見て、左に進むと右に、 微在天社紙、水子地蔵、長寿社があり、正面に直学門、その奥に頓昇寺殿がある。そして右にはるか上に続く石段が見える。その石段を登っていくと左に、薬師堂右に、首郎堂、次は左に、行者堂右にエコ堂があり、石段を全部で99段登り詰めた正面に、本堂がある。本堂の右に、大師堂、旧社明神社紙、 地蔵祠、こ善女竜王祠、左に、石蔵遊戯塔、阿弥陀堂がある。地後の滝松浦寺の文字石五夜が岩屋寺の、岩屈、ありがとうございます。